ね、10月も楽しそうですよね。よりごとそのかんざしの種類ですとか長さなんかによってもいろんなことが分かるようになっているそうです。そしてですね、お着物の着方も、まあ、舞妓さんのね独特なんですが、ちょっと後ろをご覧いただいて